夏ですね。夏だね。夏ですね。たくさんもうちょっと前に行ってもらいます。なんでだってほら、遠近法で片手さえ俺の方が顔でかい。なんだよもう。ここは理想の方ですよ、本当に。夏だね。夏だね。夏暑い暑い、もう暑いですね。バカじゃねえのかっていうぐらいね、はい、もう夏は嫌いです。これフリートークから今日が始まる。今日はフリートークのパターン。今日店長すごいね。すごいでしょ。うざい。うざいでしょ。うん、あのね、オカマみたいよ。そうかしら。うん。張り切ってるオカマみたいよ。でしょうでしょう、うん。張り切ってるってどんな感じ。いや、わかんないですけど、なんか、あたい今日は光ってるでしょみたいな。そう、もう持ってるものありったけつけてきた感じですよ、うん。新規ブランドの取り扱いなんで。そうなんですよ。もうちょっと。はい、そういうことです。そういうことなんです。新規ブランドの取り扱い、これです、これです。これです。そのブランドはと申しますと、はい、ゆうたけ。ビビアン・ウェストウッドです。はい、よろしくお願いします。ビビアン・ウェストウッド取り扱います。ね、フリックス負けとかビビアン・ウェストウッドを取り扱うわけですよ。そうですよ ね、これね、ブランドサイドからね、オファーがあった。そう、オファーがあった。去年の冬ぐらいに、うん、総代理店さんの方から電話があって、僕が休みの日だったんです。そう、うん、休みの日でこの人が遊びに来てたんですよ。そう、だからなんか仲間外れ感しかなかったですよね。うん、あのね、俺店長より先にしてたんです。じゃあビビアン・ウェストウッドの説明を。はいはい、ビビアン・ウェストウッド、デザイナーはビビアン・イザベル・スウィアです。1983年スタートのブランドです。まあビビアン・ウェストウッドとしてはそれぐらい。そうです、パリコレクションですね、うん、でデビューしております。もともと洋服屋さんだったんだよね。そうです。うん、語っていい？うん、あ、いいよいいよ。もともとはね、まあ、デザイナーとしてずっとやってたんですよ。70年代80年代ぐらいからロンドンにブティックを出してて、うん、オートクチュールというかデザインした服をお店で売ってたんですよね、ビビアンは。セックスっていう店じゃなかったっけ。あのね、最初はセックスなんです。はい、で、次がその次がレッド・イット・ロックです。あれ、ね、はいはい、店の名前コロコロ変わるんで、はいはい、次がセディショナリーズ。はいはいはい、ね、で、この人と、もう一人、はい、マルコム・マクラーレンという男がいるんですけど、はいはい、この二人で共同でブティックをやってたんですよ。このマルコム・マクラーレンという男がね、デザイナーじゃあるんですけど、うん、同時にプロデューサーというかプロモーターというかそういったこともしてて、うん、若手のバンドを発掘してね、プロデュースしてデビューさせたりとかをしてたんですよ、うんうんうん。で、この人がね、セディショナリーズ時代だったと思うんですけど、そのお店の店員さんとか来てたお客、うん、これ集めてね、バンド組ましたんですよ、うん、バンド組まして、その店の服を着せて活動させてた、はい、そのバンドこそセックス・ピストルズです。そう、このビビアンを語る上ではやっぱここは外せない話ですもんね。そうですね、セックス・ピストルズで言ったらもう俺の年代は絶対聞いてるよ。俺の年代でもやっぱね、ビビアンっていう名前聞いたらやっぱね、パンクしか出てこないんですよ、うん。店長さん、ほら、はい、ビビアンの T シャツ着てるでしょ、はいはい、これレッドベーベルですよ。なるほど、ビビアンでしょ。で、俺が着てる T シャツよ、これ、はい、セディショナリーズ時代に売られてたデザインの T シャツなんですよ、うん、着てる人は知ってるデザインです、うん、ピストルズのメンバーとかも着てるんですよ。取り扱いを開始するにあたって、はい、まあ、いろいろ商品が入ってきてるんですけども、うん、はい、今日ですね、ご紹介したアイテムがこちらですね。はい、言うてあげて。ビビアン・ウェストウッドのアイアン・マーリングです。はい、はい、アーマーリング、ありがとうございます。これね、僕も持ってます。ビビアンといえばアーマーリングっていうぐらい有名。アーマーリングですね。これなんでビビアンを代表するとかビビアンといえばとか言われてるかと申しますと、ネクに刺さってる、刺さってる、肉に刺さってる、この野郎。今説明してんだろこの野郎。すごい気になってさ、肉に挟まってんだよ。あの、はい、オーブの上の王冠、王冠がね、こう肉に刺さってる。いいんですよ、そのことは、はい、これね、一躍有名になったのは映画7です。映画7っていうよりも漫画ですね。あれ、首刺さってない？刺さって、これね、肉で刺さってんだよ。面白いなってこと。7? 7って漫画でありましたよね。はい、それでビビアンのアクセサリーをつけてることで結構有名だったんですけど、うん、もう本当に日本でブームになったのは7の実写化、うん、これで中島美嘉さんがつけてたアーマーリング、うん、あー、なるほどね。もうそれで流行ったの。それでめちゃくちゃ流行りました。漫画持ってる人はちょっと見てください、うん、これと同じデザインをね、着てる子がいるんですよ。結構綺麗だね。はい、綺麗ですね。わかる？蛇腹、ほら、ゆらゆらしてるの、ゆらゆらしてるの。でもこれすごいよね、よく考えたよね。西洋の甲冑的なイメージですよね。はい、こうなります。このね、指を曲げた時にね、しなやかにね、曲がるんですよ。またさ、はい、新しく仲間入りのリングなんですよね。そうですね。またこれつけてベース弾くの。まあそうなりますよな。削ってなくなるかもしれないですよ、本当に。あまりに。ありがとうございます。これね、ずっと待ってたんです、実は。
あのビビアン取り扱いますっていう話になった時に、はい、俺これ買うよって言ってたんだ。ちょっと変わったギミックのリングじゃないですか。うん、着け心地どうなんですか。着け心地そんな良くはないですぶっちゃけそんな良くはないですよ。あ、そう。ただ、うん、ね、そうやって遊びたくなるんですよ、うん、あのカシャカシャしたくなる曲げるのにしんどいとか本当にないですね、はい、スムーズに動きます。でもそれオーブがついてんだね。そう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 、はい、ここオーブがついてるね、上に。またね、オーブの製品はね、この次改めてご紹介いたします、うん、はい、やっぱ存在感は違うね。本当すごい、がっつりきますねこれ。とりあえずこの夏に3回か4回ぐらいに分けて入荷があるのかな。ちょっと面白いアイテムも入ってくるので、はい、日本に3個しか入らないアイテムが1個だけ来るんですよね、はい、うちらりんに変わったものを入れてるんで、乞うご期待。以上、フレーズマーケットでした。